はい、ありがとうございます。坂本冬美メドレーをお聴きいただきました。まあ、こちらはつくば市なんですけれどもね、私たちは牛久市民吹奏楽団ということなので、つくば市の方にはもちろんつくばエクスプレスが通っておりますが、牛久市の方にはですね、JR 常磐線が通っております。JR 常磐線のですね、牛久駅の発車ベルの音楽なんですけれども、上りホームがオーシャンゼリゼのメロディー、そして下りホームがグリーングリーンのメロディーが流れている、まあ、数年前から流れているんですけれども、ご存知だったことありますでしょうかね。そのメロディーなんですけれども、その実際に流れているメロディーの編曲と音作りをしたのが実は私なんですね。商工観光課の関係の方から依頼を受けましてですね、作曲して音を作って渡したんですね。それが採用されて、毎日牛久駅では流れているんですけれども、ですので、もしですね、常磐線牛久駅のホールの発車ベルの音楽を聴いたら、あ、このメロディーは牛久市民吹奏楽団の指揮者の人が作ったんだなということで思い出していただければと思います。よろしくお願いします。早いものでですね、私たちのステージ次の曲が最後の曲になってしまいました。ただいま坂本冬美さんのメドレーをお送りしたんですけれども、次はですね、嵐のヒット曲をメドレーにしてお届けしたいと思います。なんと11曲をメドレーでずらっと演奏いたします。知っている曲が何曲も出てくるんじゃないかなと思います。途中手拍子なんかがするところもありますので、よろしくお願いします。それでは嵐メドレーお聴きください。
ございました。祝市民吹奏楽団でした。それでは勝手にアンコールを捨てさせていただきます。皆さんの出演するステージを見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。